はい、皆さんこんにちは、シスです。というわけでね、ラスボス倒しまして、今回からプラチナトロフィーへの道始まります。確かね、クランレポートを見て、で、これ空賊の隠れが、ここにさ、あ、キャワイイな、そうここに、キャラクターがね、どんどん増えてくんですよ。攻略要素をね、どんどんやると。さて、この宝箱をクリックすると、おー、なるほど、ミミックさんですね。盤めっちゃ開けようとしてるけど大丈夫か？これは誰だ？あー、レックスか、なるほど。完全なる病人。12はね、やり込み要素結構あるっていう噂だから、ここをキャラクターでいっぱいにするまで結構ね、かかるかもしれませんが、必ずね、プラチナトロフィー取って、満員にね、していこうかなというふうに思っております。さて、今回なんですけども、前回コメントいただいておりまして、今のアーシェさんのガンビットでミリアム遺跡の隠しボスをやってみてください。大変なことになりますよ。ちょうどね、この前ミリアム遺跡行けるようになったんですね。ブルーミンシェイスのキルティア教徒の、神父さん、かつて力に溺れた姫君、違うね、暴君暴君、うちの仲間の暴君ではないよね。神罰によって滅びた。そして魂は今なおミリアム遺跡に繋ぎ止められておる。この石を手に暗闇の奥に進みなさい。断罪の魔石、持つ者を封じられた地へ導くと言われる魔石、石の表面には力にのみ頼るなかれとの教えが刻まれている。今のね、アーシェさんのガンビットは崖魔法を弱点に打つっていうガンビットになってますね。じゃあ早速行ってみましょうか。あ、ここか、断罪の魔石を使う。ちょっと待って、全員バブル、プロテス、シェル、そしてバルフレア、おとりがついてる。完璧なバフ。行くか。さあ、果たして、この先に何が待ち受けて、天井だと？コウモリか、貴様。なんか降ってきた。やば。めっちゃ強そうなんだけど。え、ガンビットとかの以前の問題なんじゃないのこれ。ちょっと待って。え、待って、え、魔法コマンドが封印された。ちょ、ん、待って、魔法コマンドが、え、ファイガー、エアロガ、サンダガ、ブリザガ、ファイガー、え、そういうこと？待ってよ。え、待って、ま、え、魔法ってさ、え、アーシェ様、ま、アーシェ様はいいとしてさ、回復どうすんのこれ。え、脳筋でいけってこと？ちょっと下げて、上げて、上げる。せっかくバフかけたのに、ちょっとこれ意味ないんじゃないの。メンバーが、まあ行ってみるか。まあ詳細がわかる。ちょ、なんかすーげー湧いてないこれ。待って。雑魚が激しい。なるほど、ホーリーランスとか、これ必要。あ、でもそんなに強くないね、雑魚は。まず雑魚からやってしまうとか、なんか動いてるこいつ。あんま動いてない気がするんだけど。まあゆっくり。ちょ、待って。え、結構強くない？待って。やばくない？そうか、誰も回復しないよ、このガンビット。待って。そうじゃん。ま、ストップって何でなるの？ストップって。クロノス投げて、ガンビットで、ケアルダとか超意味ないよね、これね。とりあえず、アイテムに頼ろう。アイテムに頼って、ハイポエクスポフェニオ。クロノスも自動で使うようにしておいて、この数やべえな、この数やばいから、ホーリーの魔変、これでしょ。ホーリーの魔変を、うわ、単体なのかこれ。ちょっと待って、全体ないの？崖ないの？コラプスでいいや、コラプス。最大級、範囲内に最大級のダメージ。これで。間に合い。ハイポ使ってくれてる、コラプス。ちょっと待ってね。ケチってる場合ではないよね。ダークはまずい。エアロ、アクアラ。崖がいいな。エアロガの魔変、撃つ。エアロが魔変打ってもらって、バンが回復してくれてる。あー、コラプスに比べてダメージが微妙すぎる。魔変連打だこれは。打つしかない。アクアラー、やーべー、もう一回アクアラー。ちょ、待って、強すぎる。エクスポーションを使う HP の選択範囲がかなり狭すぎるのか。バッシュにエクスポーションが全然いってない。エクスポーション間に合ってくれ。死んでしまった。いや、でもあとザコがちょっと起こして、エクスポーションバッシュに投げて、バッシュが最後に一発アクアラを打ってくれれば
終わる。間に合い間に合い間に合い。もう一回バンでエクスポ投げてからバルフレアもエクスポにして、間に合って間に合って間に合って、エクスポの回復量がいけんのかこれは。でもエクスポ投げてるよね今。早く早く早く、いけるいける。アクアラアクアラ早くして、アクアラ早くして、アクアラ早くして、ハイポ投げてる、ハイポ。エクスポの、すみません、ガンビットのエクスポの優先度をめっちゃ上げよう。もう今さらハイポとかねケチってる場合じゃない。もうエクスポ 70% で打っていくしかないでしょこれは。ハイポなんてね打たない。毒を回復してる時間はおそらくないので、アクアラ連打でどうにかなってくれ。猛毒エクスポーション、エクスポーション。アクアラ打ってんじゃないの？ん？ストップがかかってる？あれ、ガン、そうか、エクスポーションの優先度が高くてストップ解除できてないのか。ストップの優先度を一番にしてなかったからか。うわ、死んでしまう。フェニオが入るから、フェニオ待ってバッシュさんでアクアラを、え、なんでザコの HP こんな、え？ザコなんで HP 回復してんの？おかしくない？おかしくない？おかしくない？うわ、アクアラもほとんど効いてねえ。これは普通に殴った方がいいのか。これは頑張れ頑張れ頑張るしかない。これはもう、あー、ちょ、エクスポーションな、エクスポーションなくなった。ちょ、待って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 、無限脇じゃんこのザコ。ちょ、ポーションなくなった嘘だろこれ。そりゃそうなるわ。ちょっと待って、でもね、わかった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 、すげえわかった俺。いけちゃうわいけちゃうわ、頭良すぎだろ俺。まず装備、装備はホロロの羽根付けをバンとバルフレアに装備して回復量 1.5 倍にしつつ、バブルチェーンをバッシュにつけてる。で、武器は、弱いんだよね、フランシスカ。ただね、バルフレアはもう防御しない甲賀忍刀に変えた。ガンビットはアイテム、エクスポーション中心に。で、ホロロ持ってるバルフレア、攻撃力弱いし、ここを HP70% 未満にして、なるべくバルフレアで回復しつつ、サブの回復 50% 未満でバンが回復。で、クロノスは一応バッシュに優先度高く使ってもらいつつ、まあ一応ね、バルフレアバンも使えるようにしている。そしてメンバー全員にプロテスヘイストバブルをかけて、さあ、こっから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 、これでしょう。リフレガの魔変。どうせ魔法使わない、魔法使わないのであれば、味方全員リフレクにしてしまう。完璧だ。そして突っ込みつつ、デスペルの魔変でゼロムスの補助を解除しつつ、さらにバッシュで防御破壊を打ちだな。で、みんなレベルが高い敵になってるんで、ちょ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 、こっち来いこっち来いこっち、みんな戻ってきて、よし。で、レベルが高い敵になってるんで全員で、あれ、レジストレジストレジスト、何何、違うか、リフレクで戻ってきたやつが レジストされてんのか。大丈夫大丈夫大丈夫、戦うが入っている。バルフレアのエクスポーションが入っている。あとは耐える、あとは耐える。ザコの攻撃など気にするな、俺らは一点突破だ。ゼロムスだけを叩け。クロノス、クロノス、クロノス。え、クロノスがかかる、ストップかかるのか。いや大丈夫、 HP は順調に減っている。これしかない、これしかない、これしかない。回復回復回復さえ間に合えば回復。うわっつえ、うわい、うわっつえ、やっば。バッシュが死んだが、いや、このメンバーで行こう。フェニオがあるから、最悪もう回復フェニオっていう、これしかない、これしかない、攻めるしかない。うまくいってんのかどうか、もうわけわからん、わちゃわちゃしててわけわからんけど、これしかないでしょ。エクスポーション投げてうまくいってんのか、これは果たして。いけるいけるいける、フェニオとエクスポーションがある限り俺らの HP が尽きることはない。 HP は3割削った。いや、最後は最後は最後はイエローカード使ってくから、召喚はもったいないよね。レジェナレ、レジェナレ、毒は解除しなくていい。敵にダメージは取っている。敵はなんか特殊なことはしてない。貫通グラビがもう毒は回復しない。 HP50% 削る。
バオル。バオルか、バオルなのか。バッシュでデスペルの魔変を一発入れてプロテス解除しておく。で、もう一回くらい防御破壊入れとくか。ネクスト防御破壊予約して、防御破壊先入っちゃうかな。ミスなのか、当たらんのか、これは。ここは攻めるしかない、もう。HP は全然攻撃できてない。クロノスが入って、エクスポーション投げてるだけで精一杯になってんな。もう、いやでもエクスポーション投げないって選択肢はないだろう。戦う。ナイス。バンが強い。HP は？あと4割？ストップはクロノスがかかってるから大丈夫。ミスマック使うタイミング見極めろ。まだ早いな。多分、敵の HP が2割くらいになった瞬間に、めちゃめちゃ強化されるんで、そこで使う。タイミングを見誤った瞬間に、削りきれなくて、俺らは死ぬ。遅くても死ぬ。耐えるんだ。もうちょっとか。いや、使うのここなのか。待て。まだだろ。削りきれんぞ、これは多分。そうか、エクスポージョンなくなってフェニオで耐えてる状態なのか、今は。こうなったら、しまったな。リフレガの魔変も切らしてしまっていたのか。対策が。爪が甘かったが、もう打つしかないのかな。一応、ハイポーションに切り替えておいて、ミストラック行くしかないでしょう。もう3枚から使ってしまうっていう。いやーでもしまったな。うわー死んだか。リフレガを切らしていたっていうのと、さらにアイテムエクスポーションが切れていたということ。待って、使い方忘れてきてるよ俺。つなぐためには L2 だっけ、R2 だっけ。シャッフルを。手加減はせん。あぶねえ。食いてる場合ではない。自分のミスを食いている場合ではない。過去を断ち切るのがテーマだった。そう、未来に生きるんだ。こっからが重要。今、ここに全力を。あーないじゃん。カート、バカなのか、バカ。いやでも まだ負けたわけじゃない。冷静なれ。これは絶対倒しきれないから、仕方ない。カードが出なかった。シャッフルしても出てこなかったのは仕方ないと割り切って、こっから最後の爪。メンバーを総入れ替えしてもう一回ミストナックっていう手段があるな、これ。即ミストナック発動させる。ミストナックは多分1から打ってった方がいいのかな。でもカートリッジを最初に発動させるんだったら3、繋ぐんだったら枚数少ないところから繋いでいくか。一応勝てるよ。あーもう出てこいや、出てこいや。くっそー。でも冷静なれ。足りると信じるんだ。信じる心。足りる。足りろ。来い。あと5%なのか。パンネロでリフレが投げ、アーシェ様でヘイスガを投げて、でさらにアーシェ様はこんな時のためのモノノフ刀でしょう。村正はギリ、あー取れない。聞く一文字、これでいこう。え、90こっちはないね。聞く一文字を取ってアーシェ様さ、強戦士にするか、もうバーサーカーつけてバブルチェーン、バーサーカー、オール明けか。うわー何も、仕方ない。オール明けはここでよしにして、ヘビーランスもスローとかかけてる場合じゃないから。うわーでもなー、強いのがないんだよね。グングニル取れるかな。グングニルは届かないが、ハルバードいける。あーでも今魔変投げてるからバーサーカーは一旦なしにして、これで戻ってで、あれ魔変消えた。もうならば行くわ。バーサーカーアーシェ様強戦士似合うな。いけ。ストップ解除していく。 HP はあと2%。戦え。クロノスで解除していく。リフレガが入ってないっていうのかな、まずいよね。さっき投げたんだがキャンセルされてしまっている。もう一回投げて、リフレガの魔変ストップを解除して、間に合って、あと1パーくらい、あと1パーくらいだから、本当に、戦って、あとちょっとなの、さあ、起きて、嘘でしょ、ここ、足りない、
なんで戦おうしてんの？ちょっと待って待って待って。アイテムは？そうか、強戦士とかですかね。ちょっと待って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 。HP、敵、1%VS、バッシュ。あとちょっとなの、なんかないの、なんかないの、なんかない。ワンが起きて、あと 1% を削る。あと 1% を削る手段。なんだな、コラプスか、コラプスか。さっきのめっちゃ強いやつ、めっちゃ強いやつと、もう、コラプスだ。コラプス行け、バニュー撃つしかねえ。コラプス、あと 0.5% だから。ちょっと待って、ちょっと待って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 、バン倒れたよ。バッシュストップだよ。コラプス入ったけど、あと 0.5% が。嘘でしょ、嘘でしょ。 0.5% ちょ嘘、やだ。あー、そんなばっか。うそー。さあ、テイク3。いやー、さっきのしまったな、ほんとに。魔変をね、最初の1回しか使ってなくて、切れた後切らしちゃってたんですよ。完全に敗因そこ。フェイス画の魔変を使い、リフレ画の魔変も使い、デスペルの魔変を使って、で、ちょっと待った後に、さっきね、外れてたんだけど、一応防御破壊が入れば嬉しいので、防御破壊を打ってみる。ストップは大丈夫。ミスなんだよな。多分効かないのかな、これ。防御破壊もう一回くらい打って。頑張れ、効け。ミスか。最後に3回目打って、ミスだったらもう諦めるしかねえな。ダメだ、効かない。よし、こっからは攻めよう。で、リフレクとかが切れる瞬間があるんで、そこだけは要注意でいこう。一応バブルの魔変も投げながら行くか。バブル魔変投げて、ヘイストが切れた、ヘイストが切れたから、ヘイストの魔変を入れていく。ヘイス画が切れたということは、そろそろリフレ画が切れる頃でもあるので、そこは注視していかなければいけない。一応まだプロテス、あ、プロテス、バルフレア切れたね。ただプロテスの魔変っていうのがないんだよね。しまったな。バンだけは残ってるが、もう多分時間差。バンももう切れるね。多分今切れた。まだエクスポーションは残っている。リフレクも、リフレク切れたね。一人切れたね。リフレ画って上書きできるのかな。上書きできると信じてリフレガ打っておこう。これでリフレガがかけ直される。オッケー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 。エクスポーションまずいな。ただ攻撃に手は回っている。リフレクをかけ直せたのはマジででかい。バブルもかけ直してるから HP も高い。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、今回いいんじゃない。 HP あと2割。オッケー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 。リフレガが効いている、リフレガが効いている。さあ、押し込める、押し込める、押し込める。戦う連打になってるということは、おそらくエクスポは切れた。いける。こっから、こっからミストカード使おう。ミストナックにして、倒しきれなくても控えメンバーがいるから、なんとか繋がるでしょこれ。早く早く早く。レッドスパイラル。あー、バカだった今。うわー、今アホだったな。悠長にシャッフルしちゃったな今。結構もう早くなっていた。ただただただ、いけるいけるいける。大丈夫大丈夫大丈夫。さあ、ここで倒しきれないが、メンバーを交代する。そしてミストナック発動していく。こういう時にしっかりとシャッフルしとく。早くなる前にシャッフルして、なるべくみんなのカートリッジとかを貯めておくのがいいと思うんだけど。あちょっと待って、今の下手すぎたからさ、倒せないとかないよね。ちょ、ミストナックは練習するわ。演習するっていうかね、ちょっと今言い訳すると、言い訳するとだな、これラグが多い環境なんですよ。ラグがしゃーしゃ見たか。いやー、やっぱさ、ガンビットシステム面白いわ。しっかりさ、対策してけば、最初あんなに無理だと思ったけど、倒せるんよ、倒せるんよ。召喚獣ゲットした、ゼロメス。しゃー。
さ、ゼロムスがボードに現れる65、まあ、取れなくはない。貴公子はハンディ B いらない。ナイトは行き止まり。文句は暗闇殺法いらない。しかり行き止まり。赤間 MP 消費カット、まあ9大点。弓が行き止まりで、おお、ブレイクはすげえ。なにこれ、まあ、魔力魔力魔力か。時間は、魔光魔防、あ、魔光魔防、これめっちゃいいんじゃない。裏ブレイカーでさ、めっちゃ魔法も上がるし、バッシュいい気がするな。で、黒魔は、あー、重装9っていうのも悪くないんじゃないのかな。ただ9か、9って別にそんなに強くないな。いらない気がする。モノノフ、モノノフさんは魔力もういらないね。白魔はすでに取っていて、ウーラン行き止まり、あー、これバッシュだな。バッシュに覚えさせて、魔光破壊、魔防破壊、絶対いるでしょう。魔光破壊なんてかなりいいと思うんだけどな。バッシュにします。よーし、セーブして、いやー、ゼロムス取れたの超嬉しい。というわけで今回はここまでにしましょう。やっぱり技とか全然足りないんですよ今。例えばリフレが打ちたいけどないとか、魔光破壊とか攻撃破壊とかもないですし、あとはあれか、フェイスとかそういう技もないっていうのがね、ちょっとね、次回そういうの集めていこうかなというふうに思ってます。そして、残っているモブハント、そして召喚獣集めなんかをやっていく感じですかね。というわけで皆さん、どうもご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。